ボンズ行くよー。ボンズ行くよー。オッケーっす。オッケーっす。風間さん。せーの。あー、ポンズ当たらん。俺、ポンズ当たらん。ボンズ痛いって。ボンズ、ここ全方向車線通っとるもん。360度車線通りまくりだもん。痛いよ、ポンズ。痛い。お前の気持ちはよくわかった。やめてよ。ということでね、そんな感じのことを言っておりました。やべ、これ。さあやっていこう。最終決戦、メイスト2本先取となっています。ちなみにポイントは15本先取ですね。それを先に2本取ったが勝ちです。まあこの動画をね、見る前に一応ね、前回のまあ動画を見ていただければ、まあ話のね、流れはわかると思います。まあね、冒頭のね、やつを見ていただければわかるんですけれども、相当ね、煽られたので本当に舐め腐っていると。絶対にこの勝負勝たせていただきます。1、スタート。さあ、まず1点目、しっかりとね、先制もぎ取っていくとは、これはでかい。ただ体力が少ないので、ここは何としてもダメージを与えておきたい。さあ、なんか変なね、裏に隠れていますが、さあ出てくると、まあこれはしょうがないでしょう。体力も下がったので、こっからね、返していこう。さあ、ここは出てきたが、しっかりとジャンプして、しばき返していく。素晴らしい。さあ、認知でリード。さあ、これヘッド当てて、からの、ここちょっとね、クソイにしちゃったんですよ。これ本当に何やってんだ。さあ、2対2と。並んでますね。いい勝負ですよ。さあ、ここもしっかりとグネグネ泳ぎからの、しっかりとエイマーした、この完璧なエイム、素晴らしい。さあ、ここでさらにリードできるといいが、さあフィント入れつつ、最後はやりきれない。何をやってんのって話なんですけれども、さあ3対3と。さあ、これ本当にね、もう距離が遠いのがね、本当に気になったりし、なんか伏せ打ちをしていますが、何やってんのですか。ただここもエイム合わせていき、しばき上げていくと、バーカ。さあ4対3。さあ完全には悪口でしたが、さあヘッド合わせて、さあここから出てくるところを、さあやりきれないと。さあここでフェイント入れて、さあ倒していくと、5対3。これで2ポイントリードで、かなりでかい。これはでかいですよ。さあ、ただここはさあ、何をやってんでしょうか。この人はバカなのか。さあ、5対4。さあ、体力マックスでやれたのは非常にもったいないが、ここは返していきたい。さあ、ヘッドは出ているが、倒しきれないと。これまずいですね。さあ、追いつかれました。さあ、体力削ってるので倒していきたいが、ここは削りきれないと逆転されました。そしてこれはやばい、完全にヘッドラインを合わせられたと。非常にまずさ、2ポイント逆にリードされてしまうみたいな展開。さあ打っていきますが、その隙を狙ってさ攻めていく。さあなかなか当たらん、やばい。3ポイント差はね、なかなかやばいですよ。焦ってきますね、風間さん。さあここはただ返していくと、意地ですよこれはもう。さあこれ6-8と。さあこう出てくるところちょっと当てたかったんですけど、当たらずと。さあここもやりきれない、やばい。3点差、また開いてしまった。さあまずい、完全にポンズのペースにねやられているが、さあ4ポイント差になっていくと。さあまあ15本選手ですからね、ここから全然逆転はあります。さあフェイントも入れつつ、さあこのフェイント入れて、さあここは倒しきれない。非常にまずい、5点差はねやばいですよ。しかも距離が遠すぎて、これはまずい。一旦冷静になってしばいていきたい。さあただ当てられない、ここもやられてしまうとは。まずい、6対12はね、本当に屈辱ですよ、本当に。ただここは返していくとは。こっ
から逆転。勝負はここからです。まだ終わっちゃいません。さあ、いつものとおり隠れていくが、そこを狙っていきたい。ただ当たりませんね。当たらないが、ここは冷静に、さあヘッドで倒していく。しかも体力もほぼ満タン。これでかい。4点差まで縮めていき、さらにここでも倒していく。さあ、一気に反撃です。こっから反撃です。さあ、これ右から来るのでさ、同体1あって、さらに、ここも当てていき、さあ、一気に4連続キル。これはでかい。やばい、全然当たらないさ、ここは。返されていくと、これね、布石はミスったんですよね、これ。ずっと布石打つ、何やってんだ、マジで。バカなのか。さあ、バンジーキュース、さあ、ここはヘッドって返していくと。さあ、2点差まで縮みましたよ、これ。でかい。かなり激アツ。さあ、ここも当てていきたいが、さあ、先に当てられる。ただ返していく、1点差。1点差まで縮めていく。ここも当てられないとまずいですね。最近詰められて最後しばかりとさ、これはやばいですよ。なかなか絶対に返していきたい。ただここはやられてしまうと。そして昨日のポンズの動画なんですけれども、実はね、あいつ昨日こんなこと言ってたんですよ。ということで、もう昨日ね、もう風間さんとね、実はね、初めて話したんですよ、これ。今回のこの企画で初めて話させていただいて、まあちょっとね、最初の方は緊張してたんですけども、だんだんね、なんか僕より風間さんの方がね、やっぱポンズとなんか話してると緊張するわ、みたいなこと気持ち悪いこと言ってきたんですよ、この人。こんなことは、一言も言っておりません。あいつ本当にコース。さあ、先手必勝。まずは1点先に取っていく。これ激アツ。こっからもう空母を使っていく。もう本気です。俺の空母は本気です。さあ、もう胴体当てていけ。さあ、2キル目うますぎる。これがうまい。ただこいつの無敵は長すぎる。さあ、これを倒していきたかったが、倒せてはいけないと。まあいいでしょう、全然。リードしているときはもう焦らず冷静に立ち回っていきたいが、サイトは出て、ただやりきれないと。さあ、ここも翻弄されていくとまずい。非常にさ、逆転されていくが、全然合ってるときではありません。なんか伏せていますが、何の意味をしてんだいと。本当にバカなのか。さあ、一気に積み上がっていく。そして、これはうますぎる。さあ、体力満タンで返していく。でかすぎ。でもヘッドアティクは多分無敵状態でしょう。さあ、武器を持ち帰って、さあ、フェイントをかけて、さあ、ポンドフェイントを使っていくが、俺が上回っていた。でかい。さあ、4対3。こいつ敵長すぎだろ、マジで。まあまあまあ、全然いいでしょう。さあ、4対4と、こっからですよ。さあ、返してはいけなかった、惜しい。胴体はね、ちょっとダメですよ。さあ、ここで、さあ、なんと、ポンズの伏せ打ち。これがぶっ刺さってたわ。最悪。これに負けんな、本当に屈辱。さあ、2点差になっていくが、さあ、ヘッド当てていき、最後はしばいていく。素晴らしい。さあ、ここで瞬殺。さあ、6対6追いついていく。さあ、これちょっと当たらないが、さあ、ここから倒しきれた。危ない。さあ、弾0発ですが、なんとかね、ギリギリ一発倒していくと。さあ、ヘッド当ていき、詰めてくるが、君体力少ないんじゃないの。ただ当たらない、なかなか当たらないが、倒していく。
さあここはただ返されていくと、さあいい勝負しますよ。87、ただ一歩リードしている。さあそしてタッチバグがひどいですねこれ。さあやっぱり打ってくると思ったので、ここはね一旦身を潜めて、さあ今がチャンス。ヘッドアツいき、さあノーダメでしばいていく。でかすぎ。さあこう出てくるとは当てたかったんですけど当てられずと。さあフェイント入れていき、さあおーちょちょちょ、どこまで行くんだ、どこまで行くんだお前は。さあここは返していくと、危なかったですがしっかりと返していく。さあ10対8、2点リード。さあこれ胴体そしてヘッドをうまく当てていき、さあ3点差。さらにここも取っていく。さあ4点差だぞこれは。ポンズ大ピンチじゃないのか。ここも取っていくと、でかすぎ。これはでかい。さあ13対8、さあ5点差まで来たぞ。やはりもうこうやってくるとね、もう同じ動きなので大体はもうその動きをね完全にもう読んでいきたい。さあ13対9、さあまあ全然心にゆとりがある状態。さあここへ取っていく。さあ前段ヘッド素晴らしい。さああと1点ですよポンさん。さあここは当てられないが、なかなか出てこない。さあ出てきた、ただ返して返していけない。よし、まあまあ全然あと1点、ここは冷静にもういきましょう。最後はそして最後は決めていくと、さあ追いついていく。1対1、次がもう最後です。泣いてもらってもこれが最後。さあ先生決めていく。1対0、でかい。この先生は本当にでかすぎる。さあヘッドアップいき、ただしばききれないと。さあ1対1。さあフェイントリッツ、ここはねしっかりときれない上で倒していく。素晴らしい。さあ頭出して終わっていったかったが、さあヘッドアップいき、ヘッドアップいき、当てられ返す。さあ2対2、合格ですね。さあここはただ返していくと、しっかりとヘッドアップいく。そろそろリードしときたい、3点ぐらいリードしときたいが、さあなんでドットを覗いてんだよバカ野郎。さあここお互いフェイント入れていくが、さあ俺がさ上を取っていくとでかい。さあ一気についてくるが、残念どっこいしょと。さあ5対3なんだどっこいしょ。さあここヘッド当てていく、さあ伏せていくが、さあヘッド当てていく。6対3、一歩リード。一歩どころじゃない、もう3歩リードですよこれ。さあなかなか出てきませんね。さあここから慎重になってきますね彼も。さあ来た、さあ胴体やっていくが、最後は打たれてしまうとは惜しい。さあここはただしっかりと返していく、でかい。さあ7対4、再び3点差に広げていく。
全然当たらないが、まずいぞ。さあ、ここは返されていくと。しかも全然当ててないから、体力も結構満タンでしょう。非常にきつい。ここで動いた。ただ返される。6-7、じわじわと詰めてきやがるぜこいつ。マジで一旦ここは冷静になろう。さあ今スタート。さあくねくねを消していき、さあ当てられている。マジか、今やれなかったか。まずい。北が返していく。危ない。その行動は読めなかった。ただ返していくと。さあ、8-7。ここは当てられずと。さあ、8-8。並んでしまった。まずい。いやー、ここで逆転される。返していく。9-9、追いついていく。さあここも瞬殺。さあ10-9、逆転していく。でかい。さあここも胴体割っていき、さあさらに胴体割っていき、さあ11-9、一気に流れきた。ここで流れきました。さあどうするポンズ。さあどうだ、敵隠れていくが、どうする、いつ出てくる。さあ出てきた、ヘッド敵さらに倒していく。さあ体力マッタン、これはでかい。これは勝ちに大きく近づいた。さあ当てられて、逆に当てられていく。さあ10-12、まだわからない。さあこれ当てていき、さあどうなる。さあ引っ張っていき、ここも倒していくと。危なかったこれは。さあ13-10、あと2点、あと2点です。なんでドット漏れてる。さあかわしていき、ジャンプ打ちは当たらず。さあ取っていく、マッチポイント。これ取れたのはやばい。さあただここはまったり、これはしょうがない、これはもうしょうがない。次取ればもう大丈夫。さあここはタポンズを意地を見せてくる。さあここは返されると。さあ12-14。さようなら、ポンズ、俺の勝ちだ。バイバイ。